住最新不動産情報。さあやってまいりました。来たぞ。何が来たって？杉本さんが起動。お久しぶりです。お久しぶりです。もうね、今までずっとですね、はい、もうここ何回か杉本さんなしで紹介してたんですよ。もう情報が薄い。薄いソファーの大きさ全然分かってないお客さんが、久々に杉本さんが戻ってまいりましたので、はい、今日は紹介していただきます。いえ、今回さあ今日はどういったところでしょうか。はい、はい、一区日本人街から徒歩で15分から20分ほどにあります、はい、ウェーディー中という通りにある、はいはい、ザ・マークというコンドミニアム。外観見た感じからもうめちゃくちゃおしゃれで、この一区のかなり中心地ですよね。そうですね、はい、日本人街と言われているレタントンまでどんぐらいですか、タクシーで。はい、タクシーであれば3分から5分ほどで向かいます。近い、近くにも安楽亭さんとか、まあ、飲食店多数ありますもんね、はい、でコンビニもたくさんありますね、はい、かなり立地はいい場所と思います。今もちろんですね、我々ご紹介するのはこの新築のコンドミニアムですけれども、はい、隣にもですね、新しいオフィスビル、最高グレードのオフィスビルが出来上がりました。こちらで働かれる方がたくさんいらっしゃいますので、この周辺の飲食店というのは盛り上がってくるんじゃないかなと思います。今日はどういったお部屋でしょうか。はい、本日ご紹介するのは、はい、少し広めのワンベッドルームでございます。なるほど。他にもですね、はい、2ベッドルーム、3ベッドルーム、4ベッドルームまでレイアウトございまして、2ベッドルーム以上は全てバスタブがついております。なるほど。じゃあ見てみましょう。レッツゴー。めちゃくちゃラグジュアリー感ありますね、やっぱり。すごいですね。未入居ですもんね。そうですね。未入居で、いつできたんでしたっけ、これ。2021年に来ました。最新の真の物件ですよ、これが。ちょっと待って、2021年、今何年？2022年。あれ、ラララ？コロナで入れてますかっていう話ですよ、皆さん。そうですね。ね、あの内装が出来上がったのはここ最近ですから。ほら、はい。やっぱりだ、これから入ってくる人が増えてくる物件ですもんね。おっしゃる通り。ザ・マークさん。こちら、靴箱。靴箱も、はい、まあ、ワンベッドルームでは十分な大きさですね。え、これなんすか？これ鏡と新機能になります。え？まさにこれが21世紀の。21世紀の。21世紀もの、結構、立ったぞ。どこでも行ける鏡。いけません。そういうのじゃないですか。それに近いものです。近い？マジで。文字。Android。Android ということは、いろいろやってくれるみたいなことですかね。そうですね。あの Android のソフトウェアが入ってるってことですね。そういうことか。これ自体が動き出すと。そう。俺はもう Android と思ってる。Android 代理のね。いや、懐かしい。アンドロイド。アンドロイドっていうドラマがあったんですよ、TBS で。あ、そうなんですか。キノタクのドラマが。これで。おお、すげえ！ YouTube 見れたりとか、はい、キッチンがね、ここに目の前にあるので、はい、キッチンでなんかやりながら音楽かけたりとか、そういうのもできるっていう。そうですね。キッチンでなんか料理どうしようかなみたいな時もあるでしょ。だからそれをここでなんか作り方とか見ながらやれるっていう、はい、めっちゃいいじゃないですか。そうかもしれないですね。はい。で、電気のマークを押してみましょうか。ライトニング。今キッチンの電気を、はい、あ、なるほど。この画面で操れると、はい、他の部屋とかもですか。じゃあそうですね。あ、ここにベッドルームという規制があります。はぁ、言った消し忘れちゃってないかなとか、ここにね、はい、確認すれば、ここで確認すればいいという、はい、各部屋、はい、電気消すことができるんですけれども、はい、まあ、このアウェイですね、はい、外出時、おお、今お部屋全体の電気が、マジこれめっちゃ便利やん、はい、だって一回外に出てね、わ、私電気消し忘れたかな、どうしたかな、エアコンつけ忘れたかな、いや出る時に押してたー
これでいけますもんね。そうですね。エアコンつけ忘れたかな。消し忘れたからですよ。消し忘れたからね。今そうですね。電気とエアコン両方とも消えましたね。でもめちゃくちゃいいっすね。はい。じゃあ、はい、という前提で。そうですね。帰ってきたよ、あれ。で、全部作ってる。電気とエアコンが。いや、あ、すごい。激安これはマジの激安近い。こういったね、最新の設備もここのマンションでは搭載されているという、はい、じゃあキッチン見てみましょう、はい、キッチンはまあワンベッドルーム用の冷蔵庫、はい、こちら2口ですか、はい、オーブン、はい、オーブンもついてますと、まあ、料理する方もねこれだけあれば十分な広さですよ。電子レンジとかは、はい、はい、今はちょっと備え付けがない状態ですね、はい、これはもう購入していただけるというちょっとオーナーさん次第になりますね。オーナーさん次第で、はい、セミさんが頑張ってくれます、はいさんはどんな交渉もやってくださいますんで、はい、皆さん安心してください。シンクのところも一人暮らし用としては広いですね。伸びますからこれが、こうやって洗うこともできると、はい、いいですね、はい、収納広いですね、はい、収納も広くなっております。そしてリビング側にやってまいりました。壁あると思ったら洗濯機、よく見たら洗濯機っすわ。こうもう色が同じ色してるからそうですね、気づかなかった。色になってますね、はい、で植え込んであるから、はい、まあ、邪魔にもならないし、はい、あ、いいっすね。そうですね、鏡すごいっすね。すごいですね、全面鏡だからやっぱこの効果って。杉本さんおっしゃってください。はい、お願いします。お部屋を2倍広くします。そうです、2倍、マジで広く感じる。そうですね、これいいっすね、はい、で、すいません、来ました、来ましたね。この電気例えてあげてください、はい、線香花火、線香花火これちょっと待って、これ違う、ね、線香花火、いやちょっといつもと違うよ、形はちょっと違うよ。ちょうちんあんこうと皆さんは思ったかもしれません。我々は線香花火として捉えております。え、全部線香花火じゃん、ね、はい、もう杉本さんと僕はね線香花火で全部行こうぜっていう。そうですね、はい、え、じゃあちょっと似てなくても言うってことはもうダメだ、例えれてないじゃん。いや、ちょうちんあんこうのちょうちんの方が全然いいよ。これもねやっぱおしゃれですね。そうですね、すごいおしゃれで、テーブルと椅子もマジでおしゃれだな。ほんと統一感ありますね。ありますね、おしゃれな感じが、そしてこちら側に来ますとソファーですよ。測っておきましょう、すみません、はい、ちょっと懐かしい、懐かしいですね、懐かしい。じゃあ行きますか、はい、せーの、あー、安定の安定の大荒れ来てる。あーってなってる。あー、これこれこれ確かにな、これあったなとなっている。だって1年ぶりぐらいじゃないですか。そうですね、これやるの1年ぶりぐらい。そっか、もうそれぐらいよ。今もだって杉本さんの肌が、あ、こんな感じだったなって思った。ちょっとなんかキモいって。奥行きがすごい強い気がしますね。多分だからこういうね、リラかなりリラックスして座れる感じです、こういう、はい、いや、マジでこれだわ。ジャストです。ジャストです、はい、この感じで寝れるし、はい、まあね、横になれる。そうそう、寝れますね、この幅があれば。そう、柔らかさもちょうどいい弾力があって沈み込みすぎない感じ。これ足を乗せれるボットマンですよね。ああ、なるほど、はい、こういうところに乗っけても遊べます。遊べます。俺だってそういうリラックスすること遊ぶって表現するタイプ。いやいや、ややこしいって。みんなそう言わんからややこしいって。素晴らしい。もっと押し込んでみてよ。これをね、押し込める。はい、押し込めないんかい。あ、だからこれあれでしょ。上からこういけるでしょ。はい。怪奇日食オットマン。すっきりしますね。すっきりですか。ね。で、デザインもね、ちょっとこうガラスの下にあるのかなと思う。ほんとすっきりする。やばい、今の意味やから。ガラスの下にこうデザインとしてあるのかなって、置いてあるのかなと思いきや、うん、実用的なものでもあるという。そしたらその、やって座って、その、あのソファに座って、
で、足疲れたなって足疲れたなって言ったらって言って、うん、いやそこドラえもんの道具みたいには言わんのかい。いや、言わんそこは言わんの。ここは言わんよ。そうなの。ここは言わないですよね。そうですね、台本ではそこ書いてなかった。台本ないかな。そんな書いてないから。じゃあ行ってみましょう、ベランダ、はい、さあ、そしてベランダ、あ、外はちょっとうるさいけど中めっちゃ静かだったんですよ。はい、これなんですか。このガラスですね、見たところ、はい、複層ガラスではありませんが、はい、この、外枠の部分ですね、はい、ここにですね、日本だとモヘアシールと言われる、はいはい、こちら、この窓を閉めた時にこの扉とこの格子の部分って隙間ができるんですけれども、はいはいはい、このケバケバが隙間を完全に埋めてくれてる。なるほど、はい、だ音が全然入りにくいという。そうですね、いくつかのマンションでは、はい、隙間のところに手を当ててみると風がちょっと入ってきてたりとか、そこから音が聞かれてたりとかあると思うんですけれども、今先ほどですね閉めてみるとこうフィットしてる感がすごかったですね。わかりました。なっすーっていう、ちょっと重いですけどね。、はい、ちょっとだけ重いんですけど、はい、音は完全に遮ってくれるという。やっぱ外来たら本当1から10センチなので結構道路のバイク車も多いですもんね。そうですね、だから音は聞こえるという、はい、はい、ベッドルーム、はい、めっちゃ広っ。ウォークインクローゼットみたいになってる。測ってみますか。これ測りますか。じゃあ、はい、こうですかね。あ、でもダンスできる。ダンスできる。カモンベイビー。ちょっと古いな。かなり着替えやすいっすよね。狭い感じで着替えるじゃなくて、こうやって大きい鏡で、ここには収納ありますし、電気つくよ収納も。ラグジュアリーなところは大体収納電気つくんすよ。お、あるある。あるある。これ見て、これ。強さん、これ何に使うんすか。これはですね、はい、何に使いましょうか。ネクタイかな。難しいですね。初めて見ましたね。多分普通はネクタイっぽいですけどね。ネクタイ、ベルト系をかけるのかな。こうだから。ああ、ネクタイ、ベルトをかけることもできると。そしてこう、クローゼット行きのベッドルーム、ベッドルーム、これは大きさ、はい、どれぐらいありますか。160センチです。160センチということは、はい、クイーン。クイーンでしょ。クイーンですね、はい、クイーンの広さで、まあ十分な広さですよ。で、おしゃれな絵が飾ってあって家具もありますし、ここも収納。いや、裏側ですね。ああ、びっくりした。僕これも開くかと思った。でもこれは裏側か。なるほどなるほど。そういう家具があってもおかしくない。うん、エアコンも。エアコン埋め込み式ですから。その上で天井、これ 3.2 メートルございます。僕と同じぐらい身長ですね。本当ですね、相当高いですね。ということはこんぐらいに映さないか。こんな感じで映さんといかん俺。ちょっとエフェクトかけるのやめてよ。エフェクトってどうやってかければいいの。何のエフェクト。編集の時エフェクトかけるのやめてよ。ちょっと何のこうビヨンって伸ばすってこと。ビヨンって伸ばすみたいな。いや大丈夫、今もうあの天井がこの高さってお前の頭ギリギリにもすでにしてる。本当はねありますからね、はい、いやすごい。とても届かないですね。とてもじゃない、とてもじゃないです。いや高いっすね。高いからやっぱね広さ感じますもんね、これは、もうワンベッドルームでこっちが、はい、トイレとかになるんですかね、はい、ところが、はい、実はもう一部屋ご用意してます。えっ、ありがとうございます。ワンベッドじゃないじゃん。確かに。うおっ、えっ、マジで何の部屋ですかこれ。今まあ家具が置かれてますが、置かれてますけれども、はい、通常の利用用途としてはお仕事だったりですね、お勉強のお部屋としてご利用いただけるかと。なるほど。まあエアコンもねついてますし、はい、だからまあワンタッチでね、この部屋もつけることできるし、コロナが終わったといえど、はい、オンラインでお仕事やる方とかもいると思うんで、こういったちょっとスタジオっぽいのがあると、はい、やっぱ仕事とプライベートとね分けることができるみたいな。はい、はい、こっちがトイレとバスルームですね。はい、はい、バスルーム、はい、じゃあね、大理石風のデザインで、はい、かっこいいっすね、はい、おしゃれで、マジでラグジュアリー。ここも鏡も広いし、めっちゃ広くないですかこれ。
いろいろですね。マジ何でも兄弟。言ったらもうズラの方もズラも置いていいぐらいですよここ。並べていい。いいっすね、トイレも綺麗で、でシャワールームも広くなってますんでちょっと測っておきます。はい、せーのあれ久しぶりすぎて息合わず息合わず合わないですね。そうですね、次合わせる、はい、せーのいやいやいや怖い怖い怖いみたいになってますね。せーのはい、綺麗ですね。綺麗ですね、何人という感じが見える。いや、見えない。これぐらいの広さでございます。はい。そして、これもありますよ、杉本さん。はい。これ何でしたっけ？これは椅子ですね。違うなあ、上の荷物取るやつでしたっけ？そうですそっちです。我々はドラクエの踏み台として使ってます、これ。あ、そうです。上に宝箱があるので、はい、踏み台として使ってます。そういうことですね。はい。違う違う、シャンプーとかリンスとかそういうの置くってちゃんと訂正、誰が訂正するの？俺か。そうですね、シャンプーとかリンスが、はい、ぬるぬるしないというね、はい、ちゃんと上に置けるという。で、これね、はい、これね、めちゃくちゃ段差しっかりしてる。これだけしっかりしてるとやっぱね、こっち側、トイレ側にね、流れていかないんですよ。もうちょっと低いやつとかね、なんか斜めってるところとかもありますもんね、時々、はい、でもこれぐらい差があるとね、絶対いかない。これはやっぱザマークさんの仕様ですね、ここはね。今、25階の共用部の方に参りました、はい、あ、ここはちょっとプールの、はい、ちっちゃめなプールですかね。そうですね、子供用みたいな、真ん中にあるメインのプールとは少し離れて浅いプールですね。ジャグジー、そこにスイッチボタンがあるんだ。そう、パノラマビューですね。いや景色やばい。だってあっちにビデクスコ、こっちにランドマーク81、はい、一区のオフィスの中心地が今そこに見えてますね。花火マジで両方上がるやん花火見放題ですね。見放題。今我々プールの方に来ましたけれども、はい、もちろんジムはございますし、はい、あとはサウナ、あとはお子さんが遊べるキッズスペースですね、あとはバーベキュースペースもございます。あ、サウナある。日本ではサウナブームですからね、はい、ボールプールはね、子供マジで好きなよ。ボールプール、ボールプール、僕の息子も行ってますからね。見晴らし最高のこのバーベキュースペース、めっちゃ広いし、このビューがやっぱ半端ない。めっちゃ快適、最高や。最後の土地全部手に入れたみたい。最後の土地？土地。最後の土地？最後の土地。あ、最後ね。最後の土地全て手に入れたみたいですわ。いや、違ったら、ただで借りれのコーナー。1年ぶりでも声を合いますよ。はい。いやー、ここはかなりラグジュアリーだと思います。はい。いや、家賃むずー。だって一区のかなり中心地で、もうコンドミニアムね、1と3は、まあ、建てられないというか、これからしこう新しくできにくい場所ですもんね、はい、プールも綺麗でしたしね。そうですね、綺麗。カムとかもめっちゃ綺麗だもんな。でみんなマジでむずい、ワンベッドルーム。なんかと比べようもないんか。こんだけ中心地のこのラグジュアリーなのってあそこぐらいじゃないんだっけ。ほんと直近で紹介している、はい、あの領事館の隣の、セレニティです。セレニティか、はい、セレニティもだってもう最初に紹介した時は2年後とか3年後ぐらいになってるっけ、はい、そう考えるともうここが本当に新しい場所、はい、久しぶりにできた中心地の新しい。いや、でもちょっと落ち着き始めた感じですね。そうですね、だいぶ全体のマーケットとしてはあのコロナ以前の状態に戻ってきている、うん、そうございます。これ、すごいだな。決めました、1500ドル。いや、安いと思うよ。1500ドル多分ね、で借りれたらめちゃくちゃ安いとは思うけど、いやー、わからん。1800いくかな。ワンベッドで1800って、まあ結構ね。そう、いやちょっと上げた方がいい気する。1700にしときます。1700。
1700。お願いします。じゃあ杉浦さん、はい、正解は管理費込みで$1,500です。うわゲール、おい、くそ、危なかった。うわ、いやもうこの悔しがりをマジで痩せなしですからね、これマジで。俺マジで、俺マジファインプレーやん。俺マジかよ、うわマジかよ、怖っ。いやもうだけど合ってきてるんよ、俺のね、もう不動産を今まで見てきた蓄積経験値がもう当ててきてるんよ。でもいい加減に当てろやけどな。1500はでも安いっすね。あ、安いわ。普通のワンベッドルームプラスちょっと面積がついてますからね、うん、ここはそういうのもあってるもんね、まあ、ワンベッドプラスだもんね。他にも2ベッドルームもあります、はい、浴槽が、はい、そうですね、2ベッドルーム以上は全てバスタブがついてます。こちらが64平米の2ベッドルームとなっております。こちらの寝具は無印良品を揃えております。バスルームには浴槽もございます。もし気になった方がいたら下のエナセットさんのリンクの方に飛んでみてください。それではまた次回お会いしましょう。以上、ホーチミン最新不動産情報でした。さよなら。